どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはデンジャールレッド。見ての通り、ロシアンルーレットができるワールドです。ワールドに入ると目の前には机があり、真ん中には銃が置かれています。後ろの方には椅子などの設定があります。あらかじめ設定を行っておくとスムーズに遊ぶことができます。準備ができたら遊ぶ人は椅子に座り、銃を手に取りましょう。銃はユーズして持つことが可能で、再度トリガーを押すことで引き金を引くことができます。ガチッという音が鳴ったらセーフです。次の人に銃を渡していきましょう。弾丸が出た場合はそのプレイヤーは死にます。死ぬと言ってもすぐ戻ってこれるので安心ですね。ちなみに相手に向けて撃ったとしても死ぬのは持ったプレイヤーなので、相手に向けて撃つことはできません。こんな感じで文字通りのロシアンルーレットができるクエスト対応ワールドとなっています。弾は数発で出る場合もあれば、数十発撃っても出ない時があります。ハラハラドキドキが体験できますね。明確なルールというのはないので人数が少なくなったら2回押す、発砲した人から脱落していくという。ローカルルールなどを用意して遊んでいきましょう。サクッと緊張感が味わえます。物足りないという方は、ワールドの横にあるデンジャーモードで死ぬと戻ってこれないように設定できます。この状態で死ぬと別部屋に飛ばされて戻ってこれないので、戻る場合はリジョインの机の周辺も赤く発光するので、より緊張感を持って遊ぶことができるようになっていますよ。てな感じでロシアンルーレットができるワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。